諏訪ひろみのシングソング桜色さあ時計の針は8時40分を回っております。諏訪ひろみのシングソング桜平の時間です。登山電車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱の温泉時和館と浅間山麓多肉植物のパラダイス金玉園の提供でお送りします。今日も元気に諏訪ひろみさんです。よろしくお願いします。おはようございます、諏訪ひろみです。よろしくお願いします。いやー諏訪さん、はい、だいぶ寒くなってきましたって言おうとしたら今日は20度まで上がるそうですそうなんですよね、今日はあったかもこもこのセーターを着たんですけど、鉄郎さんが今日は20度まで上がりますって言った時にえってやっぱり思いましたね。本当ですか？まだ上がっちゃうんですよ今日はね、でもモコモコを脱がないでそのまま来ましたね、まあいいんですよモコモコはいつの時代もね、まあ、愛されますよね。愛されますからモコモコしててね、モコモコに癒されるっていうこともありますからそう、暑くて眠くなってきたらどうしようとか思いながら、はい、ちょっとなんとなく腕まくりですね今日ね。いやわかりますね、私もねちょっとね体調が今日はねなかなかこう大変なところもありますけどもね、月曜日はねなんとなくねこうよしって気合入れないと頑張れないとこありますよね。頑張らなきゃいけませんよ、気合入れないとね。休みのほら後ですか、日曜日の後ですからね、まあ、スイッチオフになっちゃうときは特にねスイッチオフオンえオフからオンになかなかならないなみたいな、ね、ならないあのバリカンこうなんすか電気入れたってだとね切れが悪くて、あ、そうなんですか。電池がこうなすかこう電池がこう十分入ってないと、切っても途中で止まっちゃって痛い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 。そんな感じ。痛い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 。ね、バリカンで妻にですね、ぐるじじじじじって角刈りにしてくれって言われたらですね、あ、角刈りにしてくれって頼んだんですけどね、ものの見事丸坊主になってしまいました。角刈りって難しくないですか？難しいらしいですね。角刈りっていうのは四角にするんですか？わかんないけど。なんて言うんですかこう丸坊主よりはちょっと角刈りの方があのいいのかなって思うじゃないですか。区別がわからない。角刈りってこうなんですかこうちょっと前の毛があるってことですよ、あ、そういうことなんですか、ね、四角くカットするってことじゃないんです。四角く四角くするのが角刈りなのかな、わかんない、全然わからないですもう美容師の方いらっしゃったらぜひ、まあ、美容師はともかく美容師の方いらっしゃったら教えてて、そういえばそうですよね、角刈りって聞くけど、そっか、角刈りっていうと何ですか、あのこうひろみさんの周りにはあんまり角刈りの男の人いません？いや、でも何が角刈りか分かんないんですよ。だからなんとなく私の勝手なイメージだと額を四角にこうしっかり刈るみたいな、まあ、額じゃねえと思うよ違うのか頭じゃないの、え、いやだから髪をか四角くするんじゃない、そうそう、生え際を四角にする、そう、まあ、全然違う、ね、今となってあんま変わんないなっていう私ですね。ああ、そういえばそうだ、鉄郎さん髪の毛短くなってる、そうですよ、ね、昨日あれでもバリカンね、バリカンがあるんですよ、もう親から子へ子から孫へ孫からひ孫へっていう受け継がれてるバリカンが妻の実家にはなるほど、それでね、まあ、かつておじいちゃんもお父さんも切ったというですね、伝説のバリカンがありまして、伝説の、で私もね髪が薄くなってて、もうそろそろ丸坊主でもいいかなと思いまして、はい、最近あの家族に頼むようにしてるんですね。なるほど、ね、まああんま変わらないだろうみたいな丸坊主変わんないだろうと思ってそれであのガリガリガリってこう伝説のバリカンに電気を入れてですね、入れようで髪にこういよいよね、こう入るって時にね止まって、あ、いでで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 でって、あんまりいててててとは言いませんでしたけども、もう心の中ではいでててててててて声に出せないみたいなね、だから引っかかるんですもん電池が、あ、なんでだとか言って、分かる気がする、そしたら家族がですね、
うん、これはあのバリカンに電気が行き渡っていないせいだっていう話、そんなことあるのかと思っていたら、うん、ちゃんとね銃なんですかこう入れるじゃないですか、はい、コンセント、はい、でねあのコンセント入れてしばらく経ったら電池が確かにみなぎったのか、うん、会長にこう滑り出していくんだよね。あ、そうなんですね。わかんないよそれは、たまたまなのかもしれないけどね、うん、普通だったらコンセント入れるもうフル充電でしょそのまんま。あ、なんとなくサイズがビューっていくじゃないですか。あのほら哲郎さんやらないと思いますけど、髪の毛くるくるするのとか、ホットカーラーとか、なんていうんですか、アイロン、ヘアアイロンとか、そういうのはこうちょっと温まるまで、機械が温まるまで置くみたいな。バリカンもそんな感じなんですか、ね、こんな感じなのかな、わからない。バリカンって普通あの床屋、あ、なんていうんですか、理髪店さん、うん、理髪店さんに行くとこうすぐ全開じゃない。いててててって言ったらそれはそこの理髪店さん行かなくなるでしょ。あそこ痛いんだよなっていうのないじゃない、あんまりこれね、バリカンでこうなんか電気溜まってなくて痛いんだよねこういうの。でもないでしょ。ねえほら受け継ぐバリカンでしょ。あ、それ受け継がれてるみたいでよくわかんないけど。あ、だから、うん、私ね実は小さい頃床屋さんだったんですよ。あ、あの目の前に床屋さんが、あ、理髪店があるパターン。うん、近所には理髪店で、美容室じゃなくてね、そう美容室なんてとんでもないみたいな、子供は床屋さんで、でおじいちゃんとかが連れてってもらって行くとガムもらえたから床屋さんだったんですよ理髪店ね、はい、うん、それでやっぱりバリカンだったんですよ私。なんやヒロミさん丸坊主の時代があったんだ。いや、なんか襟足バリカンなんですよね、うん、やっぱりね痛かった。ガリ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 って、あ、髪の毛引っ張られた。それはあるでしょ、充電されてなかったんじゃない。いや、だもしかしたらあの充電かわかんないけど、時代のバリカンなんじゃないですか、なんかほら、え、時代のバリカン。なるほど、あのコンセントこう入れてもなかなかこうあの電気がフル充電にならないんだ。そうそういうなんか世代のバリカンがだったのかなみたいな。あ、嫌でしたもん、なんか二発展博物館とかにこう出さなきゃいけないですこういう歴史があります。違ったら困っちゃうけど、フル充電にならないと髪が途中で止まりますみたいな、痛いって痛だだだだだだだ。あれはあれでね味があっていい。そうですね、あの痛いっていうのも、まあ、ほうちでやるバリカンならではのね、うん、いいですよね。 あのそれもなんかこう味っていうか、ね、うん、いててててって言いながらいてててて、がこう一つのネタのパッケージになってなってます、十分なってます。 それがまあまあいいのかみたいな、はい、ね、髪の毛払う時に頭叩かれたりとかね。あ、それも一つのネタの流れかみたいなね。いうことでございまして、はい、ね、週末はいろんなことあります。ヒロミさんはなんかありました、ヒロミさん。あ、私はあの先週はあれですね、あの教室の発表会っていうか、まあ、あ、そうですよね、あの発表会っていうか、その、うん、なんていうんですか、ちょっとお楽しみ会をあの計画しまして、まあ、実行したんで、毎年秋にやってるんですけれども、うん、時はかさん使わせていただきまして、みんなでお食事して歌を楽しむっていう回だったんですけど、あ、まあ本当に消毒しつつですよね、あの頑張りました。で本当にね、参加された皆さんがあのこうやってみんなでこうご飯を食べたりっていうのがもう半年以上ぶりっていう方が多くて、うん、で途中あの時和館さんのバスでちょっとこうあの道の駅に寄っていただいたりしながら、まあ、お買い物を楽しみつつってことだったんですけど、やっぱりこうみんなでバスに揺られてちょっと楽しむっていうことがもうなかなか今や、ね、実行しづらい状況にまたなってきてますので、ね、週末また増えてきてますからね。そうなんですよね、あの本当にいい時期に実行できたななんていうふうに思ってますけれども、ね、まあ何にせよ本当に基本的にやらなければいけないことを、うん、あの予防、コロナ予防をしっかり、やって日常を楽しむっていうのはあのできてよかったなっていう感じでした ね、はい、まあうがい手洗いもしっかりとして、まあ、これから西村は経済再生担当大臣によるとね、飲食店、はい、におけるこう食事の取り方とか、食事をこう何ですか、取る時にこうねアクリル板入れる入れないとかね、うん、そういう話もこう出てきてるところではありますけどもね、うん、まあ経済活動をやめるわけにはいかないしね、その中でかどう対策を取ってね守りながら、そうです ね、あの続けていくかっていうことになると思いますけどね、うん、みんなで気をつけていきましょう、はい、ね、うん、はい、ひろみさん気をつけながらそういうね、
まあ、歌のこう歌と食事とそうですね、まあ、楽しんでいきましたね。なんとかできてよかったですよね、ひろみさんね。本当に ねもう夢に見るぐらいに結構神経質になってたんですけどね、まあ、あの手指消毒とか、うん、マイクの消毒とか。でもまあ基本的にもうあの食事と歌を完全に分けまして、おで、あの歌の時にはマスク外さないっていう、そこはあの教室でいつもやってることなので、うん、まあまあ、なんていうんですか、支障なくできたんですけれども、はい、本当に皆さんの協力、それからこう施設をね貸していただいた時はさんのおかげだという感じはしますので、やっぱり一人じゃできないんですけれども、みんなでやるっていうのはとっても大事なんだなって思いましたね。楽しむ場所っていうのを守っていくためには、やっぱりみんなの協力が必要になってくるっていう、本当に大事なんだなって思いました ねことですよ、うん、ね、はい、まあ、やっぱね楽しむ環境っていうのを守っていくためにもね、はい、まあ一つ一つ思いを馳せながら、まあ、自分だけじゃないって当たり前のことですけどね、うん、守る敵とかを守りながらね楽しんでいけるといいですよ、いろんなものね。はい、はい、っていうひろみさんから教えていただいた1週間の出来事でございました。はい、さあひろみさん、常盤館の利用もあったってことですけども、はい、このコーナー行きましょう。はい、まずは常盤館情報。はい、常盤館情報です、お願いします。はい、いつも常盤館の花岡専務から情報をいただいています。専務ありがとうございます。ありがとうございます。それでは常盤館の情報をお伝えしていきますよ。どこだ、よいしょよいしょよいしょ、常盤館、常盤館の展望露天風呂くもの助の営業時間が11月は通常営業に戻ります。はい、はい、こちらが情報その1ですね。11時から、16時、午前中の11時から午後4時までの受付です。ただし新型コロナウイルスの影響で露天風呂くもの助の定員を通常の半分としていることと、11月は GoTo トラベルで、連日混雑していますので、午後2時30分を過ぎると入浴できなくなることがあります。これは混雑状況によってなのかと思いますけれども、外来入浴をご希望のお客様は、14時まで、午後2時までにお出かけいただけることをお勧めしますということですね。そして情報その2、 GoTo トラベルに続き新州 GoTo イートが始まりました。 GoTo イートは各都道府県単位で実施されます。長野県は新州 GoTo イートキャンペーンとして実施されています。新州 GoTo イート事務局に申請を出していた、常盤館、ようやく申請が通りましたので、お食事どころふわり屋さんと日帰りの宴会でご利用いただけます。そして使い方です。事前にチケットを購入し、対象店舗でチケットで支払いをする、これ結構簡単ですよね。はい、皆さん買いに行かれましたでしょうか。11月9日に販売開始しております。そして11月9日当日から、来年2021年の3月31日まで利用することができます。はい、長野県内の郵便局にて、1冊1万円、これ1人2冊まで購入できるということなんですけれども、うん、1万円買うと1万2500円分の、食事券として、手元に戻ってくるということなんですけど、まだ売ってるのかな、まだ大丈夫かな、はい、はい、情報その3、はい、GoTo トラベルもまだまだご利用いただけますよ。一時期予算が足りないかもしれないと騒がれていた GoTo トラベルですが、今のところまだまだご利用可能です。しかもこれから小諸市の地域クーポン券が始まりますので、 GoTo と申し込んで小諸市民の方は小諸市のクーポン券を利用するといった必殺合わせ技もご利用できます。すごいね、小諸市民の皆さんこのラジオ行ったら使わなきゃいいですよ、ね、そうですよ、本当です。小諸市民の皆さん、何なんか言ってる、なんかお得なこと言ってる、なんだかでもよく分かんなかったっていう方は、うん、はい、すごくお得に常盤館が利用できますので、常盤館へ
電話してみてください。そう電話してなんかラジオでとお得に使えるとか小諸市民だから得だからって言ってたけどなんだいやってぜひねお問い合わせください。FM 桜平ですからね。そう沖のラジオはFM 桜平はい、ぜひ分かんなかったって言ったらもう問い合わせてぜひ有効にね使っていただければいいのかなと思います。はい、以上がときわかんからの情報でした。続いて筋肉炎情報。はい、筋肉炎の奥様花さん、いつも情報をありがとうございます。はい、ありがとうございます。先週半ばからかなり冷え込みましたよね。冷え込んだもう体調がちょっとね寒暖の差でやられそうになっちゃった。本当ですよね。標高1000メートルにあります筋肉炎、水道の水道になっちゃったよ内臓の方がみたいな、ね、本当ですよね、はい、水道お水出るとこね、水道の受けに溜まった水もがっつり氷が張り、あーやっぱそうなってきますよね今シーズン初の氷割りをしました。氷割り、はい、これ楽しそうなんですけど、あの受けが結構ね、どのぐらいだろう、50センチぐらいあるような大きな受けがあるんですよ。うん、それのところにこう一面張った厚い氷をせーのガッシャーンってやるのが花さんの楽しみなんですけどね、多分それやったんだと思います冬ですね。これガッシャーンって割れるの？それ割りますね、上から落っことすんですよ。氷を、うん、結構割れますよ、ガシャーンガシャーンってね、そう踏んでも割れないかもしれないですけど、うん、ガシャーン落とす、うん、やってみたいですよね、はい、音の響き的にぜひ子供さんとご家族でみんなでやってください、うん、はい、周りの木々の紅葉もそろそろ終わりに向かっており、風が吹くときはハウスに落ちるカラマツの枯葉がサラサラサラと音を立てて落ちます。筋肉炎ハウスも暖房機が稼働し始めました。冬ですね。毎日ハウスの開け閉めと春まで長い冬のハウス管理の始まりです。はい、これ本当に季節が変わったんだなって感じしますよね。現在開園時間は朝の9時から夕方5時までですが、日没時間も早くなり夕方3時を過ぎるとぐっと気温が下がってきますので、ご来園は4時頃までが良いのかなと思います。はい、この後オープンですよ筋肉園。はい、ね、明日火曜は定休日です。週末3連休開園してます。ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいということで、はい、以上が筋肉炎からの情報でした。登山電車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱野温泉常盤館と浅間山麓多肉植物のパラダイス筋肉炎の提供でお送りしました。諏訪ひろみのシングソング桜平のコーナーでした。ひろみさん5秒で一言、はい、今日は南ヶ原の教室です。行くよ。登山電車で行く絶景露天風呂の宿小諸菱野温泉常盤館、1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくは常盤館ホームページか電話 22-0516 まで。浅間山麓標高1000メートル多肉植物のパラダイス筋肉園、毎月1回ワークショップを開催中。多肉のことならお任せください。25-0923。素敵なご夫婦と看板犬チャームをお待ちしてます。It is pleasant morning beginning today also. Let's go awaku waku for search with this program. Sock Daira Wake Up Station Waku Waku Morning。さあ時計の針は9時を回っています。中村哲郎と諏訪ひろみがお送りしておりますワクワクマーニー。はい、ということで、11月16日いい色の日です。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。さあひろみさん、はい、いろいろとメッセージも届いてますが、ここでクイズの答え発表しちゃっていいですか。いいです。さあ今日の問題いきたいと思いますよ。うん、今日の問題、デレン、はい、デレン、人を迷わす、うん、色っ
ってなんだ。ポーン。ポーン。はい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 。はい、今日ね、これ絶対これだと思う。すぐわかった。はい、お願いします。人を迷わす色。はい、これは目色。でかい。イエーイ。色はハハハハハ、音色でした。イエーイ。はい、今何だろう、何の音だったんだろう。喜びの喜びの机叩いた音、ね、すいません、はい、ファンファンさん今日はですね一番賞ですよ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。クイズ迷彩色にちゃうちゃう音色正解一番賞、すごい、素晴らしいね。続いて2番賞、おたまじゃくしさん、メイド、うん、正解、すごいすごい。ラジオネーム、ナス単身さん、はい、さあさあ聞いてらっしゃい、見てらっしゃい、笑う方には福が来る、僕と笑って参加することに意義がある、あるあるモーニングクイズだでよ。いや本当そうなんだ、参加することに意義があるんだよね、改めて言うと、うん、もう別に間違ってたっていいんですからね、普通に送ってくださいよ私いつもわからないそうですよ、なんか思いついて送ることがもう頭の体操ですからね。なるほど、答えは簡単だ、ズバリ迷彩色、おいおいセンスなんか始めるってかそりゃちゃうちゃう、え、自信あったんだけどなじゃあ最近ご無沙汰しているかわいこちゃんのお色気ムンムン、魅惑の色ってどうだい。おお、そりゃ悪くないな、でも迷うな、大丈夫大丈夫、ちゃんと迷路会計でお願いするから、ちゃんちゃん迷路会計、ね、ボケ倒し大賞あげちゃう、ね、さあ続いて頑張れまこちゃんです、はい、ガチるもボケるもあなた次第、中村てっちゃんクイズでポン。答えは鏡張りのマジックハウス、一度も迷わずゴールするには道が2つに分かれていても行き止まりになっていても常に右手を右側の壁につけて進めば迷わずゴールできるんだぜ、でファイナルアンサー。何の役にも立たない無駄知識でさあせん、ちなみにこの技は遥か昔に実験済み。道が2つに分かれてても常に右手を右側の壁につけて進めば迷わずゴールできるんだぜ、やりたい、行きたい、やってみたい。はい、右側つけて、うん、行ってください、迷路は行きたい。本当かな、本当実験済みってまこちゃんが言ったから、まあ、やってみたい、うんうん、やりたいな、迷路今あるのかな、ね、右手つけて進め、うん、迷ったら行けばわかるさ。迷路流行りましたよね、迷路、うん、だから今でもダンボール迷路ってね、子供たちがほら集まる場所とか、篠の井に迷路はありませんでした。篠の井に、うん、知らない、私迷路やりに行きましたよ、篠の井に、はい、知らない、ギャーギャー大騒ぎしてやった。 AC 長野パルセールのなんか関係してる、すっごい昔の話なんで篠の井に、あったあった、迷路あったでしょ、あったでしょ、駅周辺にね、いやどこだかわかんないですけど、篠の井、それ篠の井、私の生まれた、うん、多分篠の井、いや私は今佐久住んでますけどねいやだから知ってるかなと思って、生まれは篠の井西小学校で、いや生まれてはないですけど小学校で生まれた、ポン、ね、西中学校に進んで八代高校にね、だから何っていう、いやその頃だから、あったよねきっとね、ありましたありましたね、あったよな、私はね、あの両親とんばたきで教員やったもんでね、うん、忙しいからって、ね、どこも連れてってもらえませんでしたけど、うん、地元で遊んだなら、そう世代をこう計算すると、うん、私がきっと20代だったら哲郎さんが、まあ、連れてってもらったらごめんなさいごめんなさい、え、うん、まあ、ちょっと両親に謝っちゃう両親がいたんだ連れてってもらうこともあったな、そういえばな、うん、いや母親が聞いてるといけないなってはいはい、なんですか、はい、両親がいたんだなって、え、両親が行ったのかな、ちょ何もない、ね、違う、ボケてるのが全然わからないいいですいいです、うん、そうそう、だから迷路に鉄郎さん知ってる、迷路知ってるかなと思ったんですよ、篠野にあったなって。でもあったあった、確かにあったのは分かりますよね、なんか友達が行ってるの聞いてへーって言って野球やった記憶ある、あーへーみたいなゴンボール野球やってる、なんとなくね流行った気がするんですよ、その頃も流行ってたよね、うん、うん、ひろみさんがだから小さい頃でしょ、中学生ぐらい、いや違いますいい大人になっていた頃ですね、あ嘘、本当に20代前半じゃなかったかな、ひろみさんが20代前半って言うと私は多感な時期ですからね、多感な野球少年でーって頃だと思って、柔道少年でしょ、柔道少 柔道少年かひろみさんから言うとそうでしょそうですか、ね、柔道少年だろ、そっか、部活動忙しくていけなかったんだな、きっとな、そうかもしれないです ね、 あね、そうなんですよ、思い出がありますね、もう女子3人でキャーキャー、すごいじゃん、篠の井にそんな施設があったなんて、ねえ、ねえ、うん、あの篠の井は駅にあの恐竜がいますけど
駅に恐竜がいます。恐竜の置物、ね、何言ってんのっていうからね、あの、うん、行ってみればわかるさっていう、ね、行けばわかるさ、恐竜がそこにいます、はい、ね、これ何の話、ひろみさん、迷路あ、そうそうそう迷路か。そう、今だとほらお子さんたちとかさ集まってるとたまに段ボールで作った迷路あるの知りません、ひろみさん、うん、わかります。なんか段ボールこう繋がってて、うん、わかるわかる、ズワーみたいな、うんうんうん、おー大人も行きたいと思いながら行けない空間ねえ、あのもう子供たちのなんか玉手箱みたいな、まるであれですよね、脱出ゲームみたいな、そう、うん、あれやってみたいなと思うけどできない ね、 あ、あのねそれに近いもので、あの忍者屋敷って何忍者屋敷って戸隠にあって、戸隠に忍者になれるとこあったね、忍者屋敷、シュ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 迷路になってるんですよ、シュシュシュ、え、嘘、あれも迷路っていうかこうあの隠し扉とかあって、結構楽しいですよ。嘘、行ったことないだらけだな、そういうそういう長野県ってまだまだ未知な大陸だな。子供と友達家族と言ってやっぱりギャーギャー騒いでましたね。いいですね。まあそういうギャーギャー騒ぐやつ教えてください、ひろみさん。ね、長野県にはまだまだ魅力満載。満載。ね、サイマル放送でお聞きの皆さんもぜひ遊びに来てください。はい、楽しいですよ。地元の皆さんも楽しみましょう。ね。それで何の話？迷路。黄昏グータラボッチさんは、はい、悪魔にクイズ、はい、人を迷わす色って何、何色なのかどうにも決めかねる、うん、A 君は赤と言い B 君は青だという、うん、君はいやいやそれはどう見たって絶対黄色っしょと自信顔、あ E 君はどの答えにも難しい顔で難色を示してる、うん、あでも黄色が迷わすなんとなく分かる気がしますね。なるほどな、うん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 、三橋道也さんのリンゴ村からお願いします、うん、はい、いい曲ですね。はい、ということでね、皆さんからのリクエスト、メッセージどんどん読んできますよ、から、はい、さあ、ひろみさん、メッセージどんどん油断あれば読んでっちゃいますけど、どうします。はい、あ、じゃあ、うん、じゃあ読もう、はい、じゃあ読もう、おたまじゃくしさんありがとうございます。はい、ひろみさん、中村さん、リスナーの皆さんおはようございます。おはようございます。桑の葉、もみじの葉、落ち葉を片付け、さつまいもの小さいものを焼き芋にしました。美味しかったです。あ、さつまいもいいですね。ひろみさん、湯の旅、歌の旅、お疲れ様でした。役員さん、お疲れ様でした。久々に楽しいひとときでした、ということで、おたまじゃくしさん、私の教室の、あの生徒さんでいてくださるんですけれども、うん、楽しかったですよね。ひろみさん、月曜日の朝、爽やかな歌声楽しみにしています。生アトリクエスト、水前寺清子さんの365本のマーチ、よろしくお願いします、ということで、後ほどこれはお届けしていきたいと思います。はい、まだまだいろいろとメッセージ届いてますからね、はい、ひろみさんへのメッセージ、人生相談、歌ってほしい曲などなどどんどん送ってください。ひろみさん、10秒で一言。はい、私も焼き芋食べました、昨日すっごい美味しかったです。焼き芋いい ね、 ね、シーズンですよね。9時9分、1000円でありえないくらいの量が出る岩村田本町商店街にいらっしゃい。創作料理、三陸やインフォメーション、佐々木奈美が美味しい情報、三陸や応援団の皆さんの情報をお送りします。毎月第1水曜日朝8時40分から。 Let's go in search of the charm of Sactiva 76.5 FM FM Sactiva Waku Waku Morning。はい、ワクワクモーニング、中村哲郎と須田ひろみ。はい、じゃあどんどんいきますよ。はい、ひろみさん、哲郎さん、おはようございます。おはようございます。大河ドラマ麒麟が来る、もう一段と面白くなってきていますが、うん、あ、これあれなんだな、あの妻の実家で、あのちょうどダーウィンが来た見終わって移動の時間だからね、最近見られてね移動の時間でも、あの面白くなってきてるのは感じております。おー、ひろみさん見ない人だもんね。そう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 、うん、っていうか映んないうちなの。そうだ、あのラジオしかないうちだからね。そう、地上波ないんです。地上波ないまだネット環境で。そうですね、ネット環境で、インターネットテレビです。そうですよ。大河ドラマ麒麟が来る、うん、もう一段と面白くなっておりますが、将軍足利義昭役の遠藤健一さん、うん、あ違う、これ何、滝藤健一さん、うん、竹藤健一さんって言ったけど、あれ遠藤健一さんでしたっけ、足利義昭、よくわかんないです。あれ、これそうだよな、遠藤健一だよね、遠健さんですよね。筋肉が話題になっていますが、実は趣味がガーデニングで、多肉植物のアロエや
アガベなどを含め300鉢も育てているそうで、そんなこともあってドラマを見るにも力が入っているんです、うん、おいひろみさん、これちょっとあれじゃないの、うん、調べないといけない、ね、調べないといけない案件でしょ。聞いた感じの話、足利義明役で調べた方がいいんじゃないの、ね、ひろみさん。あれそれ今ナス単身さんですか。そうナス単身さん、はい、あナス単身さんって言わなかった今誰かなと思って楽しみに聞いてましたリスナー気分はいひろみさん読んでください。はい、なんかメッセージ あ、いいんですか。じゃあ紹介しちゃいますよ。いきますよ。星ばんばさんのメッセージを紹介していきたいと思います。ひろみちゃん、中村さん、おはようございます。おはようございます。朝夕寒くなりましたね。風邪ひかないように気をつけましょう。はい、本当に気をつけてます。いろいろな色、今好きな色はピンクです。それでプードルもももちゃんです。あ、これ星ばあばさんのところの可愛い可愛い愛犬ももちゃんですよね。昨日お誕生日で8歳になりました。人間の年齢でいうと48歳ぐらいでしょうか。ももちゃんお誕生日おめでとうございますね。可愛がってもらえていいですね。ももちゃんのおかげでピンクが増えました。ももちゃんのベッドがピンク、洋服も3枚ピンク、雨降り用のカッパもピンク。ちなみに私のジャンバーは赤いいですね、可愛いですね。本来は水色、紫が好きなのですが、今は赤とかピンク、元気もらえます。本当ですね、いいですね、好きな色がたくさんあって。おかげさまで主人が退院したので、寒がり屋になった主人のためベッドを暖かく、敷きパッド、軽くて暖かいという毛布、主人の好きな中村さんと同じブルーで揃えて主人を迎えました。わ、優しいな、優しい。本当にご主人退院おめでとうございます。あったかい、うん、あったかいって聞いたら、うん、帰ってこなかったですね、それしかね。いや、その一言がきっとなんかあるんですよ。ありがとう、ね、となかなか言ってくれないテレアの主人です。こう分かり合ってるってところが、くー、本当に仲良しで、クーですよ、ね、退院されてよかったです。アビラ自衛さんぶらバリにクー、はい、リクエスト曲いつでも夢をお願いしますってことで、後で歌っていきたいと思います。クー、はい、ありがとうございます。ワールドカップの時期になるとね、クー、はい、が聞けますけどね。そうですね、クー、それまで舞台とあの DJ やってますからね。はい、あのカビラ・ジエさんは、ね、いい話だ。ジョン・カビラさんはちなみにお兄さんですけどね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。それ違うでしょ。モシバーバさん あのご夫婦の話。そうそうそう。そう、あのね、やっぱりね、調べたらね、うん、滝藤健一さん。滝藤健一さん。あ、そうだ。円形さじゃない。よくどう考えても足利義明さんは。ね、聞いてみよう。そうなんだ。調べてみよう。でもね、すごい味のある俳優さんでしたよ。多肉。いや、もうそっちよりも多肉が調べてみよう。そう、多肉に今ブームですからね。はい、これどうな、そうか、そんなに筋肉あったんだ滝藤さんが。そこじゃなくて、もうガーデニングでかっこいい多肉やってるって。そうですよ、そうなんです、ね、かっこいい多肉。滝藤さん、はい、ね、またファンの方を教えてくださいぜひ。ちなみに滝藤さん、はい、愛知県出身っていうね。あ、単身さんと同じじゃないですか。熱が入るということになるんでしょう ね、そして同じ多肉仲間という感じで、はい、そうね、リクエストはね、人生いろいろ、はい、人生いろいろ、ね、はい、ありがとうございます。日本コロンビアですよ。はい、頑張れまこちゃんさん、シングソングさこだら、諏訪さん、おはようございました。おはようございました。昨日午後から子供たちの服を買いに行きました。お、これどんどん大きくなってくるわ、大変なんじゃないまこちゃん。まあ男の子はね、次から次へと、うん、ゆうきくん、ゆうとくん、ゆうやくんってね、譲ってね。まあでもあやかちゃんはな、おっしゃるだろうな、きっとな、多分。いや、もう相当おしゃれな青春真っ只中だよね、あやかちゃんなんか。もしかしたらもうじきお母さんと同じのが着れるようになっちゃうかな。楽しみですね。そうだよ、本当にリアクションしたらマイク入ってるのおかしいなと思って肘でマイクを振っちゃってね。ね、といっても僕は運転手役です。あ、店に着いてから娘のコーディネーターへと返信しました。本当にお父さん素敵キラキラ。僕の意見を聞いてなるほどねと納得した娘は、僕がチョイスしたシャツやパーカーを買いました。諏訪さんは最近何か服を買いましたか。
いや、まこちゃんそれすごい素敵。まこちゃんいいお父さんだよこれ。あのね、女子的にね一言言わせてもらうと、こう女子同士で買い物したりとかするんですけれども、でも男性目線でこれかっこいいとかこれかわいいっていうのはすごいね取り入れるとねいいんですよ。はい、で私あのよく父と服買いに行って、父のその美的センスっていうんですか、色の、まあ、好きな色とかそのこの組み合わせとかそんな感じのをね、あの取り入れてよく洋服買ったんですけど、いやそれすごいダニー。やっぱだからお母さんと一緒もいいんですけど、父のねそういうなんかこう男性目線から異性目線っていうのもなかなかいい感じだと思うので、そういいなと思います、うん、で私がなんか買ったかというと、あのショップの何ですか、スタンプカードをずっとねもうね本当20年以上同じお店を使っていて。すごいじゃないですか。そうなんですよ。じゃあ何、プロデビューした後もその服そのお店で買ってたの？いやもうその前からですね。だからあのすごいじゃな、まあ普段着なんですけど、それでそこのカードの更新のために買ったという感じですね、なんかあの すごい欲しいとかって言うんですよ、あの1年後って更新していくんですよ。あ1年後ね。そうポイント貯めないと次の年更新されないんですけど、でももう20何年もやってるでしょ、うん、もうなんか服欲しいっていうか、ポイントの更新のためにだからひろみさん、ね、あれよね、きっとあの欲しい服はみんな持ってるもんね、きっとね。多分ね。あとはほら年齢に行くとこっちともやめた方がいいんじゃないかとか、もうこれ合わないかなとかそういうのはあるんですけれども、やっぱ普段消費されるもの、やっぱ今一番だから買ったのはあれですよ、あのあったか洋服、あのヒートなんちゃらとかホットなんちゃら、ね、そうそうそう、そういう系をやっぱり少し買い足しますね毎年。なんていうんですかね、効かなくなるわけじゃないですけど、やっぱりほら薄くなってきたものを着ると寒いみたいな、ああ、うん、それあるんで、うん、まあ1年ごと買うとかそんなのはないですけど、ちょっと買い足しましたね。ね、はい、ヒートテックってでもすごい発明だよね、うん、いやほんとあったかいもんね。裏起毛とか ねもう大好きです ねふわふわもこもこ、もうずっと離れたくないみたいな、ね、ふわふわもこもこ。星ばあばさん、ひろみちゃん、中村さん、おはようございます。はい、おはようございます。盛り上がっていた角刈りですが、まあ、別に盛り上がってはいないと思うんですけど下からバリカンで刈り上げ、頭の上が平らになっているスタイル渡里哲也さん、裕次郎さん、北島三郎ちゃん、みんな男らしい。中村さん5センチ伸びたらやってもらってくださいねとか。渡里哲也さん、やっぱでも四角じゃないですか、こうなんか四角だな、下からグエーかっこいい人は素晴らしい。檻の中の男子コースタジオリターンズドラム、音楽情報バラエティクンゴンボンゴ、インディーズアーティストを応援、インディーズでゴー、ドラマー必聴、ドラマーになりたきゃこれを聴け、こだわりの洋楽選曲とともにお送りします。クンゴボンゴは毎週木曜夜8時から。ミュージック&コミュニケーション 76.5 FM FM サクダイラワクワクモーニング76.5 FM。 はい、中村哲郎と須田ひろみです。ですいろいろ届いてます、はい、ラジオネームききちゃんさん、はい、ひろみさんリクエスト、はい、逸話まゆみさんの恋人よ、はい、はい、ありがとうございます。大人っぽくお願いします。昔の FM はほとんどこの曲が晩秋でしたけどね最近かかってないね、いつは真由美さんの恋人よね。じゃあ大人っぽく、恋人よそばにいて、大人っぽく、ね、大人っぽくポンポコポンって書いてある。頑張ろう。あとね、小諸市のファンファンライダー2号、まだ56歳さん、はい、諏訪ひろみウォンチュー、ワンチュー、ワンチュー。信州の歌姫諏訪ひろみさん、青色大好きキャラの我がてっちゃん、元気ですか。今日もよろしくお話しちゃーす。今日もデバイスソングリクエスト、もうデバイスソングずいぶん遅れちゃったけど、はい、椎名めぐみさんのラブイズオール、はい、愛を聞かせて、これ全然忘れちゃったな、はい、しかも失礼なことにね、これファンファンさんの結婚式に流した歌っていうのね、ごめんなさい。椎名めぐみさんを選ぶっていうのはなかなかその当時にしてはセンスが、ね、素晴らしいですね。私結構歌いましたよ結婚式。あ、嘘。はい、椎名めぐみさんこれをラブイズオール、はい、あれそんな名曲あったっけ。これあの僕なんかもう椎名めぐみさんってもうあれだもんタラタラタタタタタタ、あれそれがラブイズオール違う。そう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 、タラ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 、じゃあちょっと行って、そう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 、耳を汚してしまいました。タラタラね、行ってみましょう、はい、これあの準備してありますんで、はい、行けますよ、行けます。はい、幼い頃に描いてた
そしていつしか忘れた夢の続きがあなたに会って今鮮やかにこの胸に満ちてゆく ああ目覚めてくラフィーソン女なら何よりも愛を選ぶわたとえそれが苦しみでも構わないそうよ遠くても大切なものが見えるから生きてゆける You know my love is so あなるほどねこれこれあれそれかてて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 てのか あれ違うな僕のやってるのと違うぞえ同じだよなんか椎名林檎の椎名林檎さんじゃねえや椎名めぐみさんだえあれ違うな同じじゃないでてて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 てごめんなさいそれもあるそれもある天然でボケちゃったよ本当ごめんなさいそれもありますよ、うん、なるほどなそうそうありましたありましたそういや椎名めぐみさん一時期僕だったあのヤヌスの鏡でしたけどねああじゃあらちゃなんだっけあれはなんだっけってプロ捕まえてなんだっけってプロ捕まえてなんだっけってカバー曲ですよねカバー曲なんかあるじゃんなんかあのそう高音のやつですよねううううううまだリクエストください皆さんはいありがとうございます。ね、ヤヌスの鏡なのねちょっと覚え出せないのはヤヌスの鏡タラタタ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 タうん、じゃあ行きますかはい行きましょう星ばあばさんはいこれ読んだっけひろみさん、うん、何ですかね風邪ひかないように気をつけましょう読んだ読んだ読みましたねプードルの話も言ったよね、うん、言った、うん、大丈夫、ね、大丈夫そうださっき話してたでおたまじゃくしさんも大丈夫だよねうんじゃあエージェントモルダーさん行くか行きましょうエージェントモルダーさんひろみさん中村さんおきろめさんおはようございます。お久しぶりぶりの、エージェントモルダーです。あ本当ですね。来月中旬まで聞けるようになりました。あそうなのよ。テレワークが関係してるのかなわかんないけど経営者の方ですよ。うんうん、いい色の日、はい。子供の頃は青系、大人になったらグリーン系。うん、だからモルダー号車はエバーグレードグレーンメタリック。わかんねえな。なんだこれエバーグレードグリーンメタリックか。あグリーン系なんだ。グレーンになっちゃったごめん。そうかグリーンかっこいいな、ね、グリーンのメタリックって。うん日本語に訳すと時は色時は感の時はってそういう名あれがあるのそう日本語日本語の色っていうかい、ね、日本の色ってすごい綺麗なんですよね時は色って言うんだって想像しちゃうエバーグレードグリーンメタリック、ねまあ、メタリックは違うと思うけどね、うん、エバーグレードグリーンってことかな、うん深緑に、これ何がかった色って読むんだろうねこれごめんね読めなくて、うん色を言葉に直すって難しいです本当だ ね, 本当ですねでも時は色っていうのを教えていただきましたね、うんうん、素敵ひろみさんがこの色の着物に、ピンク系の帯でまとめたら爽やかさと可愛さが同居して映えるんじゃないでしょうかあ嬉しい提案すごいじゃん時は色だって、うん、誰かって違う調べてみよう、ね、時は色のお着物、ね欲しいなってことですか欲しいなって言ってくださいってことですかねわかんないですけどね素敵でも最近は赤が気になってワインレッドのブーツとか服を買ったりしておかっこいいワインレッド人気なのかねおたまじゃくしさんもワインレッドのね服買ったって言ったもんね、はい、おしゃれ、まあ、もしかしてアラカンになったからかみたいなアラカンまだまだ若そう昨日の宮崎空港ここに日本シリーズ優勝垂れ幕がかかるのは確実になりました
いやでもあかんまだねソフトバンクファンの皆さんも応援するでしょうけどね、うん、どっちにしろ九州の人たちは嬉しいね。そうですよね、宮崎にしろ福岡にしろね、うん、明るい話題が九州に、うん、そうだね、うんうん、だから田村敦さんが、はい、将来的には福岡県の中川市に住みたいっていうね。中川市もうなんかね、あの福岡空港ってすごいアクセスいいじゃないですか。はい、ほら博多、え博多じゃないの、福岡空港降りて博多駅まで2駅っていうね。なるほど、すごいコンパクトなんですけど、なんかすごいアクセスが、うん、こう電車で行けばあの便利な大都会博多に行けるんだけど、うん、中川市ってところはすごくなんか程よく田舎なんですって。へー、だけどこの電車にさえ乗ってしまえばアクセスがいいし、うん、福岡空港からも仕事行こうと思えば行けると。あ、そんなこと言ったら人気出ちゃいますね、きっと。中川市はすごいんですけど、なんか奥様が東京生まれ東京育ちで、ね、今説得が難しいんで。でもあの淳さん自体は山口県ご出身ですからね。あ、なるほどね、まあ、あっちの文化圏のご出身ということですからね、うん、懐かしいんだろうなきっと、うんうん、今福岡のあのテレビ局ラジオ局の方にみたいな、なるほど、ちょっとずつね、アプローチもかけてますって言ってね、ちょっとずつ、まあ、ちょっと楽しい話が今ねニュースになってますけどね、うんうんうん、でも今やそういう時代なのかもしれないね、どこでも仕事できるっていうかね。そうですね、いい感じにね、そうなるとね地方も盛り上がりますよ ね、 ね、うんうん、はい、他にはあれ、あ、キョンさんのメッセージもあったんだけどな。あ、そうなんですか。でも今はもう43秒だからいけないな。まあキョンさん、じゃあエンディングにしますか。はい、ね、はい、生歌なんですけどね、晴れたらいいね、ラジオの旅人さん、はい、メッセージいただいております、はい、でキョンさんはね、中山美穂さんの派手歌ってというか、これエンディングにしましょう。はい、ね、派手、はい、派手だねってやつだっけ。うん、そうですね、そこだ。最近あれだな、音階が全部平らになってきちゃってる。まっすぐまっすぐなんか歌ってるみたいな。それはそれで、諏訪弘美歌謡教室に通わなきゃいけない。諏訪さん、でも本当に真面目な話、諏訪弘美歌謡教室通いたいとかだね、諏訪弘美で検索してください。はい、弘美さんが先生です、うん、さあ先生、先生になっちゃった。9時29分後ほどよろしくお願いします。はい、52分皆さんこんにちは、ミスター M のみんなの時間です。毎月第3、第4月曜日の夜7時30分から8時までの30分間放送いたします。この番組は素敵なゲストをお呼びし、楽しいトーク、楽しいひとときをお送りしたいと思いますので、ぜひお聞きください。ではワクワクモーニングトラフィック&ウェザーインフォメーション。はい、ビートルズドライブマイカーに乗せながら気象情報です。長野県内外況です。長野県は曇りまたは晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため北部では曇り時々晴れ、中部と南部では晴れで、朝晩は曇りとなるでしょう。変わって明日の空模様です。明日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため長野県内晴れで、朝晩は曇りとなるでしょう。全国の天気、札幌は曇りで明け方まで雨、仙台福島は曇りで昼前から晴れです。そして東京ですね、東京は晴れで夜は曇りでしょう。名古屋晴れ、大阪広島晴れ時々曇り、福岡は曇りで所によって昼前雨でしょう。沖縄県那覇は晴れる見込みです。モーニングトラフィック&ウェザーお送りいたしました。9時33分、真心こもった竹製品をお作りいたします。佐久市岩村田角新商店、佐久商工会議所のドッキリぴったりプレミアムで5000円ぴったり、コーヒー好きにはたまらない竹製ドリッパーと豆をご用意。詳しくは佐久商工会議所のホームページをチェック。時計の針は9時34分回っております。東京文京区のじゅんさん、メッセージいただいております。はい、お蕎麦を食べながら、あ、おはようございますね。じゅんさん元気ですか。さんさんならもしくも元気で頑張ってくださいね。これから高崎市まで営業回りへ向かっていますってね。群馬の高崎か、車かバイクどちらで向かおうか迷いましたが、寒いので車にしました。藤岡ジャンクションを抜けて佐久平まで寄り道したいところですが、午後もスケジュールが詰まっています。終わったら東京にとんぼ帰りが残念。はじめに豆情報、野辺山の文京区立八ヶ岳高原学園、改修工事のため令和4年3月まで休園。区民の宿泊特立小学校、中学校の臨海学校、林間学校だね、あとは区内都立高校の合宿の受付を中止ということですけどね。
ジュンさんもそれがご縁でね、桜井の方に足を運んでくれるようになったりとかされてますけどね。今日もね、高崎まで行かれるってことで、ね、気をつけて運転してってくださいね。今日のテーマ、幼少期は青が好きでしたが最近は黄色が好きです、ね、安全運転で。東京文京区のジュンさんでした。ラジオの旅人さん、この色が好きなんです。やはり青です。青空見るとなぜか元気になると思います。ね、まあ、青空はいい色だよね、やっぱりね、綺麗だしね。また紅葉の季節ってのはね、やはり空の青ってのは映えますよね。諏訪さん、中村さん、おじゃったもんせです。週末報告、土曜日日曜日ともにちょっぴり出かけた週末でした。特に土曜日夜は久しぶりにラーメンを食べに行こうと思い無我夢中に入り、豚ジャンクという普通盛りで麺が大盛りというラーメン麺を食べましたが、ニンニクが効いていてすごく美味しかったってね。豚ジャンク、ね、生歌は晴れないと出かけられないので、晴れたらいいね、バイドリカもお願いしますってね、ひろみさん用意してくださってますよ。そしてナス単身さんの週末報告ですけどね、土曜日は終日堀市ね、堀市ね、木版画に打ち込まれているナス単身さんですけどね、来年の牛を掘り上げました。日曜日はポカポカ陽気の中、尾張33観音の札所霊場巡りをしました。毎回4つのお寺を回っての第4日目で 17.8キロ、 25,778 個のお遍路でした。今朝は体も軽く、体重を計測すると 75.8キロ。 今週末は牛の木版画を掘って、できればお遍路の5日目と考えていますね。歩いている那須丹心さんのこのメッセージ読んでいてね、思い出しましたけど、週末で長野マラソンね、去年申し込んでっていう、今年申し込んでって方、来年の申し込みあったと思いますけど、私も無事ね、登録完了いたしまして、来年ね、4月かな、第3週になりますけど、長野マラソンね、おそらくまあ出られる方向でっていう形になりましたね。まだ長野マラソンに向けてね、私なんかは普段走らない人間で、長野マラソンっていう一つのね、長野県の大きなマラソン大会の5時間以内っていう目標を切るためだけにですね、その目標だけで走ってるっていうね、走り始めるっていう。だからそろそろね、11月16日はちょうど11月12月1、2、3でしょ、5ヶ月前になってしまいましたから、もうこれで申し込んでまあ走り出そうかなと思っておりますけどね。皆さんどうでしょうかね。長野マラソン無事開催された時にはですね、いつものコース笑顔でね、走れるようになりたいですね。あと私のね、知り合いのお父さんね、松本空港周辺のマラソン大会、あれフルマラソンだったのかな、お出になったっていうことでね、まあ精悍な顔つきがよりシャープに精悍な顔つきにっていうね、感じでしたけどもね。いや走ってきても大変だったっていうね、いろいろとマラソン大会における対策っていうのもね、やっぱ大切になるからね、これからっていう話、率直にマラソン大会に参加されてきたお話っていうのを聞くことができましたけどね。まあどうしても密になりやすいっていうところの課題をどう克服していくのかっていうのは、これからの市民マラソンの課題になりそうみたいな話ね、貴重なご意見を伺うこともできましたけどもね。はいね、マラソン大会のことを思い出しちゃいましたけど、応援路ね、また頑張ってくださいよ。ナスターシーさん、本日のメッセージテーマ、この色が今好きなんだよなって色、赤や黄色、オレンジ、緑、錦に輝く紅葉を見なくして秋は終われません。街歩きをしていても太陽の角度によってとても綺麗な紅葉が楽しめます。昨日もそんな秋を満喫しつつ歩いてきましたっていう、ね、まあ僕はオープニングでも話しましたけど、レストハウスふるさとね、まあそこからね眺めるね、まあなんですかね、山の彩りの紅葉っていう、全体的にブワーッと俯瞰できる場所がそのレストハウスふるさとさんで、まあ今日までかな営業ね、まあもしよかったら皆さん行ってみてください。17日からはね、冬季期間っていうことでどうなるのかな、その先の道っていうのはね閉鎖になると思いますけどね、ふるさとさんはやってるのかな、またちょっとね行ってみてください。野鳥高原スキー場に行く途中にありますからね。まあ桜平周辺お住まいの皆さんだったら、中部横断自動車道で八千穂高原インターチェンジで降りて、まあ割と近めですからね、行ってみるのもいいんじゃないかなって思います。木内公平のアルフィー三昧、この番組はアルフィーファンのアルフィーファンによるアルフィーファンのための番組です。メール大募集、木内公平アルフィー三昧で検索してください。毎週火曜日夜6時半からどうぞお聞き逃しなく。
い、ひろみさん、あっという間のエンディングです。あっという間です。今日もひろみさんにリクエストありがとうございました。生歌リクエスト、どうもありがとうございます、ね。生歌リクエストまだ申し込んだことがないっていう方ね、はい、毎週月曜日やってますので、はい、また申し込んでみてください。はい、それではひろみさん行きましょうか。はい、大丈夫ですか？いやいや、メッセージも結構控えてますからね。え、そうなんですね、今日あのちょっとねトイレに行ってきたらちょっと時間が足りなかったりなんか。わかります。そうなんですよ、そうなんです。いけるかないけるかな。ちょっと待ってください。大丈夫だと思います。じゃあ行きましょう。はい、ひろみさんです。はい、星より密かに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。人生いろいろ、男もいろいろ、女だっていろいろ咲き乱れるの。これを飛ばしてこっちを先に。覚えて、あれ？覚えているかい？故郷の村を頼りも途絶えて、行くとせすぎた都へ。うん、歌詞、メロディーがよくわからない。積み出す真っ赤なリンゴってなるんですよ。ここすいません、ちょっとここまでできませんでした、ごめんなさい。と次はこんなグダグダな日もいつもですが、よし行こう。一緒に行こうよ、黒話の見またとってね。かなり頼れるナビになるよ。晴れたらいいね、晴れたらいいね、晴れたらいいね。幸せは歩いてこないんだから、歩いて行くんだね。一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下がる。恋人よ、そばにいて凍える私のソファーにいてよ。そして一言、この別れ話が冗談だよと笑ってほしい。はい、ひろみさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんも諏訪ひろみさんにリクエストお願いします。はい、さあひろみさんどんどんいきますよ。はい、お願いします。はい、京都の八王子島のきょんさんです。はい、あー、単発のオイラでもバリカンは使わずに刈り上げギリギリにしてもらう八きょんだよ。おはー、 あー、週末土曜日は小人ちゃんと神戸デート、いいですね。いいな。おもわれえみこちゃんとなおこちゃんのツーマンライブを楽しんご。おもわれえみこちゃんのアコースティックギターを奏でる津軽三味線張りの弾き語りは圧巻。今の時代は配信ライブも多いけど、音を全身で感じることができる生ライブに勝るものはないよね。生ライブ最高。ライブ前にはうまい唐揚げ専門店で唐揚げを食べ、ライブ後は明石焼きを食べたぜ。明石のタコを使ってたからコリコリでうまかっちゃん。元町の炭鉱化下の店を巡り、中華街を歩き、商店街をブラブラ、その後は大阪のアメリカ村に寄り、久しぶりに黒人さんの店を2軒回り、ボス久しぶり、お、社長久しぶり、
とマスクしてるのにすぐに気づいてくれる店員さんたち素晴らしいですね。ゴビトちゃん曰く特徴あるからわかるとのことだけどね大阪らしくド派手な服を買ったぜ。好きな色っていうか黒メインの色がしっくりくるんだな。でもド派手、オイラは京都人らしくないんだよね。生まれは大阪ジャケンポン諏訪さん中山美穂派手歌って少し派手だね派手もいいけど道路でキスはちょっと行き過ぎ。シークレラシークレラひろみさんありがとうね。ビールが命の母 A さん、ヒロミさん、ナムさん、おはようございます、はい。先月初雪から、初雪は例年以上に早い寒さの到来にこの冬の厳しさを恐れていましたが、今月に入って、うん、立冬後から小春日和が続いています、はい。朝夕の冷え込みはあっても日中のモコモコ自宅は汗ばむほどです、はい、衣服の調節に気をつけて体調管理をしたい。中村さんは理想と違った髪のカットの影響もあってのいまいちの調子なのでしょうかいまいちごめんなさいね、いまいちでね。でも本人が思うほど周りの人は気にしていないことが多いものです、うん、まあ、確かにそうだよね髪はまた伸びます。次カットで角刈りを目指してください。わお楽しみさて私の好きな色は青、空や海を連想するから気持ちが落ち着きます。ダイヤモンドよりサファイアが好き。ただご自身で持ち物などピンクが多くなってきました。あれとともに気持ちが浮き立つ明るい色に目が向くようになっています。なるほど、ね。ラジオネーム頑張れまこちゃんさん、昨晩ラーメン屋でおなじみの後楽園行ったんですが、娘がピリ辛ネギラーメンの醤油味をオーダー、うん、ネギの辛さも大丈夫ということで完食かと思ったらスープまで飲み干して、ラーメンに関しては俺の遺伝子を受け継いでるなと思ったまことくん。スープまで飲み干すって素敵だよね、うん。はい、ということでございます、うん、ごめんまこちゃんこの本編読めなくてエージェントモルダーさん、はい、ジャイアンツもホークスも宮崎でキャンプを張るからどっちが優勝しても空港に日本一の垂れ幕がかかる、うん、宮崎です。それに優勝パレードもれなくついてくるいいね宮崎いいね。ここまでの終わり中村哲郎とピンクの好きなスワヒロミ。